宇宙の広大なスケールの中で、私たちは一つの大きな疑問を抱いています。地球以外にも生命を支える惑星は存在するのだろうか。宇宙には無数の星や惑星がありますが、このような疑問は、科学者たちだけでなく、多くの人々の心を掴んで離しません。この答えを探す鍵となるのが、系外惑星、つまり私たちの太陽系外にある惑星です。系外惑星の中には、地球と似た環境を持つものが存在する可能性があり、特に水の存在は生命の存在の可能性を探る上で重要な指標となります。水は生命を育む基本的な要素であるため、水が存在する惑星は、生命が存在する可能性がある居住可能な世界であると考えられます。最近の発見である GJ 9827d は、その大気中に水蒸気があることが確認されています。魚座の方向にある GJ 9827d は、私たちの地球から97光年も離れた場所に位置しています。この発見は興奮をもたらすもので、水蒸気が検出されたという事実は、この惑星が生命を支える環境を持っている可能性を示唆しています。これは、私たちの宇宙に対する理解を大きく変える可能性があり、生命の存在についての新たな可能性を開くことを意味しています。このような発見は、科学技術の進歩、特に宇宙望遠鏡を用いた観測技術の発展によって可能になりました。ハッブル宇宙望遠鏡や、将来計画されているジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などの先進的な機器を使い、科学者たちは遠く離れた宇宙の隅まで探索し、系外惑星の大気の成分を分析することができるようになりました。GJ 9827d の発見は、私たちが宇宙における生命の探索を進める上で、新たな希望と興奮を与えてくれるものです。ハッブル宇宙望遠鏡は、地球の大気の影響を受けずに宇宙を観測できるため、遠く離れた惑星の大気の成分を特定するのに非常に有効です。このような発見に至る過程では、世界中の科学者たちと研究機関が協力し合いました。異なる国々の専門家が知識と技術を共有し、共同で研究を進めることで、GJ 9827d のような遠い惑星の謎を解き明かすことができたのです。この国際的な協力は、科学の世界における共同作業の素晴らしい例を示しており、複雑で困難な課題に対処する上でのチームワークの重要性を強調しています。GJ 9827d は地球の約2倍の直径を持ち、岩石質の表面を持つ可能性が高いと考えられています。しかし、その大気は海王星や金星のように厚く、水蒸気を含んでいることが示されています。このような特性は GJ 9827d が非常にユニークな惑星であることを示しています。また、この惑星はこれまでに検出された中で最も小さい系外惑星の一つでありながら、大気中に水蒸気が存在することが確認された最初の例です。水蒸気の存在は、惑星が生命を支える条件を持っている可能性を示唆しています。水は生命の基本的な要素であり、水蒸気の発見は、GJ 9827d が生命を育むのに適した環境を持っているかもしれないという希望を与えます。しかし、この惑星が高温多湿である可能性があるため、生命が存在するにはどのような形態であればよいのか、さらなる研究が必要です。高温多湿の条件は、地球上の生命にとっては厳しいものがありますが、異なる種類の生命形態が存在する可能性を完全に排除するものではありません。遠く離れた宇宙の片隅にある惑星から、水の存在を探る方法があるとしたらどうでしょう。この発見の背後には、分光法と宇宙望遠鏡という2つの重要な科学技術があります。分光法は光をその成分に分解し、特定の物質が発する光の波長を検出する方法です。宇宙望遠鏡特にハッブル宇宙望遠鏡のようなものは、この分光法を用いて遠くの惑星からの微細な光を捉え、分析します。この技術を使うことで、科学者たちは太陽系外の惑星、例えば GJ 9827d の大気中に水蒸気が存在するかどうかを特定することができました。惑星がその母星の前を通過する際に、その大気を通過する星の光を分析することで、水蒸気の特定の光のサインを捉えるのです。これは天体物理学において非常に重要な発見であり、地球型惑星の探索における新たな地平を開きました。なぜなら、水は生命の存在に不可欠な要素であり、その存在は、生命が存在する可能性のある惑星を見つける上での重要な手がかりとなるからです。しかし、GJ 9827d の大気に関する疑問はまだたくさんあります。例えば、その大気の組成や温度、圧力などは、生命が存在するためにはどのような条件であるべきかということに関連しています。将来のミッション、特にジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などの次世代の望遠鏡が稼働し始めれば、これらの疑問に答えるためのより詳細なデータが得られるでしょう。これらの望遠鏡は、より高い解像度と感度を持っており、GJ 9827d のような惑星の大気のさらに深い分析を可能にします。GJ 9827d のような惑星の発見は、この興味深い疑問に対する答えを探る手がかりを与えてくれます。地球上の生命は水なしには存在できないので、水が存在する GJ 9827d や類似の惑星は、生命が存在する可能性がある場所として注目されています。宇宙には無数の星と惑星が存在し、その中には地球と似た条件を持つものもあるかもしれません。GJ 9827d やその他の系外惑星の継続的な研究は、地球外生命の発見に向けた重要な一歩となるでしょう。私たち人類が宇宙において本当に孤独なのか、それとも他にも生命を育む惑星が存在するのかという古くからの大きな疑問。GJ 9827d の発見は、この疑問に対する答えを見つける旅の中で、私たちを一歩前進させました。この惑星が持つ水の可能性は、宇宙における生命の探求に新たな希望をもたらし、無限の可能性を秘めた宇宙の神秘に私たちを一層近づけるものです。この発見から学ぶべき重要なメッセージは、好奇心を持ち続け、常に新しい知識を求めることの価値です。宇宙探査や系外惑星の研究は日々進化し続けており、これからも新たな発見が私たちの想像を超える世界を明らかにしてくれるでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。